皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。スーパーマリオ 3D ワールドやりましょうか。さあ今日もね、ワールドの、全ステージ全キャラクター攻略目指して頑張っていきたいと思います。さあ現時点ですけど、ワールド6までは全部クリアしております。こんな風にね、全部のキャラクターのアイコンが出てるってやつはもう全部クリアした証となってます。さあここですね、ワールドお城ステージ、まだマリオしか攻略しておりません。今日はね、ちょっとね、ルイージ使おうかなと思います。いつもね、私ロゼッタ使ってたんですけど、ちょっとルイージも使ってみたいなって感じなのでね、ちょっとルイージでいきましょうか。さあルイージの特徴としては、ジャンプ力が高い、あとよく滑るですね。ツルーって滑るんですよ、よく。だから操作すげーしづらいんですよね。なのでね、この滑るルイージをやりながらなんですけど、こんな風にジャンプ力高いからね、制御できたらね、ジャンプしてピョンポンポンポンっていくことができて、めちゃくちゃ強いんですよね。よし、さあルイージで行こうか。わお、ルイージ最強。まあとりあえずね、クリアしたことあるコースですのでね、もう特にグリーンスターとかもないので、あとジャンプだけで。わー、危ない。え、死ぬかと思った今やべ、ビビった今の。いや、ちょっとここ使っていこう、ちゃんと。OK、ほら。よし。じゃあ、通してもろて。ジャンプ力高いから、なんかめっちゃショートカットできる気がする。ここなんかね、キノコ、ワールドキノコかフラワーかどっかであったね、リメイクコースとして。ね、なんか、あったの覚えてるわ。よし。さあ、ファイアブロス倒したらクリアとなるコースですのでね、こんな感じで進めていってっていう感じで。よし。あとゴールするだけ。てい。よし、各キャラクター出そうか。さあキャラクター出したとこで行くか。よし、こんな風に全キャラクターでゴールする。そうすることでね、なんだろう、全部のゴール判定がつくって感じです。全キャラクターをゴール直前に出す、またはね、全キャラクターを最初から引き連れてゴールすることで、全ステージゴール判定なのかな。まあ要は最後のゴールポストにね、ちゃんと入ったら OK って感じですのでね、ちょっとそこだけしっかりやっていきましょうか。へい。わっ、スロットマシン出たじゃん、いきなり。ほら見て、ここのステージね、全部のキャラクターのアイコンがついたよね、星の下に。この絵がクリアの証です。頑張ってこれを埋めていきましょうか。さあ次はスロットの時間だみんな大好きなスロット。まあ、スロットももうプロですからね、僕も。いきますよ、皆さんね。せーの、はい、プロゲーマーかな気持ちいい。ジャンプ力たっけーな、ルイージマジで。よし、さあザンキーアップ、ハチアップ。まあザンキーね、このなんだろう、やられてしまうとね、ザンキー4減るんですよ。全員やられたら、4人プレイだとなかなかえぐいですよね。よし、じゃあ次2名行ってみましょうか。真っ暗スイッチの遺跡。さあこれね、後ろにバルーン引き連れていきたいと思います。バルーン引き連れて攻略。ルイージマジ滑るからな。うわ、何も見えねえ、見えん、これ、見えん、ピエン。ファイヤーフラワーいるわ、これさすがに。ファイヤーフラワー、よし、ファイヤーフラワー、ファイヤーフラワーいっぱい、いっぱいストックしとこう。左下見て、ストックだらけでしょ。いいでしょ。おお、どけ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 。よし、スライドオン。いや、ここのステージはなんか優しさしかないね、みんなね。よし、まあこんな感じでスイッチを全部オンにしていくだけのコースです。明るい。いけ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 ここのコース仲間がいてもいなくてもね、多分楽できそうな感じだね。なんかこっち側あるけど、これ多分グリーンスターだよね。ほら、グリーンスターいらねえからな。うわ、なんかみんな出てきたんだけど。出てこなくていいよ、みんな帰って帰ってだからダメージ食らったんだけどおお、これ同じところ一回踏むとね、やり直しになっちゃうので、そこだけ注意しなきゃいけないとこかな。クラウン落としちゃった。回収。ジャンプ力高いからそこら辺は楽だよね、ルイージ君。ルイージ君、これファイヤーフラワー欲しい、私。行くわよ。よし、まあ何ここ何ここ、まあ何ここ。え、あ、動き出した。ありがとうございます。で、奥は行きません、俺はクリアするだけです。危ない危ない今の分かりづらいかもしれんけど、壁キックでなんとか生き延びました。危ねえ。さあこれで攻略完了。みんなバイバイ。ちょっとみんな出てきても何もないよ。へい。すぐなんかあれだね、泡になっちゃうね。まあ泡の場合のメリットデメリット、いや、メリットはないですね。デメリットは邪魔なことですね
メリットは分かんないや。はい、というわけでゴールいたしましょうか。こんな感じでゴールからのゴール、よし。いやでもマジでルイージ滑るけど慣れたらマジ強いと思う。イエイ、コースクリア。マリオよりは多分ね上位互換だよね、ルイージ。やったぜ。はい、ってな感じでした。じゃあね、こんなあの風に、直前でキャラクター出したりとか、泡引き連れてゴリゴリクリアしたりとかをして、全キャラクター全ステージ攻略目指していきます。行ってきます。ちょ待って、今このステージめちゃくちゃむずくね？めっちゃむずくね。わかる？何が難しいかわかる？泡で全然キャラが見えない。切れそう。ちょ待って、このステージガチ難しいぞ。マジ見えねえじゃん。おお、え、なんかこうやって下にこんな道がある。何ここ？これ隠しルート、隠しルート見つけちゃった。え、これ知らない。みんな死ねな。うわ、ワンナップ、うまい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 。ワンナップめっちゃできた。イエイ。さあ無敵になったダイダラくん、また帰ってきた。ここに行くぜ。さあ無敵のダイダラくん。いや見えない見えない見えない。ハードモードこれ、ほんとハードモード届く。までもルイージだったら届く、マリオだったら届かなかった気する。あそこで、そこだけメリットオブメリットですね。さあここはね、真ん中が確かいいとこだったんですけど、左から行きましょう。左は外れのところだけど、ゴールしないで。ルイージくん待って、我慢して我慢して我慢して、よし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 。いや思ったより、なんだろう、今やったコース面白かったからね。もう危ない危ない危ない、ルイージくん死ぬとこでした。ロゼッタ姫、待って、時間ない時間ない。危ない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 。あと5秒しかなかった。やったぜ、ゴールコースクリア。おもろかったね今のコース。じゃあね、次はまた敵倒すシリーズやっていこうか。隠れブロス、ね、あの斜めもね、なんとか半分以上もう終わってきたって感じですね。さあこれ大丈夫かな、みんな死ぬなよ。いや多すぎるでしょこれ、無理でしょ。みんな集中砲火や。そうだ、かわいそう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 、さすがに。いや無理無理無理、アビーブリローゼッタ死んでもうたやんけ、もうほんま。ロゼッタ帰っておいて、ロゼッタ帰っておいて。マイク殴っちゃった、よし、オッケー。というわけでクリア。これ仲間の命がもうマジでかわいそうになっちゃう、このファイアブロスシリーズ。ファイアブロスシリーズ多分これで終わりかな、おそらく。イエイ、クリアー、バイバーイ。でこれ笑っちゃうよね、ほんと。なんかね、残酷すぎるでしょ。敵倒すシリーズも、まあ、どんぷりはもうめっちゃ弱いからいいとして、じゃあこいついくか。これ大丈夫かな。当然はガラバンだー、再び。あ、でもボス、あ、待て待て、これやばいかもしれない、ボスだったら。あ、待て、これ味方やばいかも。待て、味方の命はもう諦めよう。みんな味方はいいやつだった。味方全滅してもうたね。ねえ、うおお、やばい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 、助けて、石出して。え、このなんかね、これやばくね。えい、ドン。さあラスト1個、見え、俺どこよ、どこおる、どこおる、キャラクター多くて分からへん、ほんま。やべ、あの王冠返してほしい。えい、待て、もう一回出して、王冠かぶったから俺今。ミスできた、友達。おい。ちょっと待って、めっちゃ妨害来るやん。よし。さあ、で突撃。はー、いやもうめっちゃしんどいなこれ、ほんと。ボス倒せシリーズは今後もやばいことになるで、このままやったら。イエイ、クリアー。さあ、あとはドンプリ倒してくるのはちょっともうパッとカットして、ラスボス戦行こうか。よし。さあこれで全部攻略完了しました。残すはボスステージだけです。見てみましょうか。ドドドンとね、残すはあと1個、頑張って攻略していきました。行きましょうか。バーサスお城激突クッパの溶岩城、レッツゴー。ここなんだっけ、ラスボスは覚えてんだよ。ラスボスはでもラスボスの前、城の城コース、城です。行きましょうか。さあ子供たちを引率するルイージパパ、行きます。ルイジだよ。ルイジブーメランです、ブーメランです、ブーメラン。
ブーメラン野郎多いな、ここ。無視して、あ、ブーメラン出てきてる。回収しようか。せっかくだし。ありがとう、ブーメラン。アリブーメラン。さあ、アリブーメランして、ここはまあいいか。いや、これどうすんだっけ。ブーメランで、サッカーすんのか、ここ。ブーメランで、サッカーやろうぜって。いや、ダメだ、これどうすんだ。踏むのか、一回。踏ん、いや、ダメだ、これ。あ、違う、こっちだ。そういや、なんか、あった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 。ここのさ、えいってブロック壊すと、スイッチが、あ、そう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 。スイッチが出てきて、スイッチ倒すとドーンっていうところだね。ちょ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 、俺、私はどこ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 。いやいや、みんなみんな仲間たちよ、やられていったみんな。まあいいやつだったよ。ちょっと待って、死んじゃうこれ。普通にルイジの特性浮かせ。よし、とりあえずでかくなってルイジです。待って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 、これ大きくなる。一回ブーメラン、ブーメランダラオじゃない、ルイオになる。ブーメランルイオになって、うわー、下をくぐり抜け、かっこいいぞ。ルイジくん、ルイジくん、わかんないけど、わかんないけど、頑張ろう。わかんないけど敵強いぞ。ここ全部やっつけよう。とりあえずゴリ押し、ゴリ押し、ゴリ押しになって道ができた。行こう先へ。ちょっともうブーメラン取っとくか。ここはやばいぞ、次ボスやぞ多分。え、なんだっけこれ。あ、車のカーレーシングか。これ実感かかんだよ。久しぶりじゃん、グッパくん。ねえ、マリオカートやろうぜ。いや、久々にやりてえな、マリオカート。ガッハッハッハ。マリオカートでクッパ使う人ってあんまいない気がするけど、どうなんでしょうか。さあ、ちょっと待って、これって強制スクロールだからいなくなっちゃうのかな。どうなんだろう。へい。まあ、とりあえずこんな感じで車にね、爆弾を当てて敵をやっつけるみたいな。なんか見て、よく見たらすごい。ほい。いてぇ、むずいむずいむずい。ブーメランじゃないからむずいわ、これ。ねえ。えい。サッカーやろうぜーって。よし。じゃあまず1回目くらいは終わらせたい、さっさと。へい。プロゲーマー、よーし。さあ、これ第一セクション終わり。まあ、みんなやられていくんだか、これ。きちい。よしよし、第2セック、第2終わり。あと1回きついよー。えいや。さて、みんな頑張れ。生きて復活して繰り返し。もう残機ないからね。残機じゃねえわ、あのストックアイテムがないから。ちょ、無理できないんだよ。うわ、嫌なとこ行ったなこいつ。ボール投げろ、早くボール、ボール投げんか。挑発すんな、ほらこっち来いやってね。わた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 、わかったから。みんな死ぬ。待って、もうこれ残機なくなっていくゲームなんだけど、ここ。あ、落ちちゃった、最悪だ。待って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 、仲間がいてよかった。仲間がいるよ、俺。見え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 。焦る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 。えいや、どこ蹴っとんね俺。どれや、よし、クリアー。やべ、複数人プレイでよかったってとこが出た今。わたわたしすぎてコントロール落としかけたもん今。あ、やばい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 って。やおいし。ということで、お城ステージ攻略完了。これでワールドお城、斜めにですね、全部のコース攻略終わり。なかなかやりごたえしかなかった。斜めやっぱむずいわ。なんか今までのコースだったら、もう一回適当にクリアしたら、まあいけるわみたいな感じだったんだけど、急に難易度めっちゃ上がった。やっぱルイージはね、ジャンプ力すげえあるから、使いやすさやっぱね、あるわ。ただね、やっぱ細かい難しめのコースとかだったらね、結構きついかなって感じ。で、ショートカット多めのコースとかだったらね、ルイージが大活躍って感じですね。まあ、やっぱ安定はでもロゼッタかな。強すぎるわ、ロゼッタ。はい。てな感じでした。お疲れみんな。この4人の冒険も慣れてきたね。マリオがいない世界。でも1周目マリオでクリアしない人もいるのかな。ねえ、マリオがでも一番楽しいよね、普通にクリアするならおすすめです。ということでクリア、お疲れじゃん。さあ見てみましょうか。ドドドドドンと、ワールドお城全攻略完了の証、右上にね、二呼吸マークつきました、おめでとう。というわけで今回はね、ちょっとプレイヤーキャラクターをルイージに変えて遊んでみました。いかがでしたか、ルイージくんね。結構変なキャラクターでしたね、やっぱりね。さあ次回はついにワールド8、そしてワールド遊園地だっけ、ワールドクッパだっけ、確かクッパか。このキラキラ光る土管を越えた先にあるのは遊園地、ワールドクッパ。
というわけで、じゃあ次回はワールドクッパ攻略していきたいと思いますね。全部のキャラクター攻略まだまだ終わりそうになりませんが、最後まで頑張るので応援よろしく。それでは終わります。チャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価よろしくね。あつぽよ。